とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにソウルビルドをやっていきます。ツタの鞭に、ソウルダンサーのローブ。で、失われた魂の棒に、羽、ハーベスター、苦痛の矢筒ですね。で、デイリーの 75% HP が減少するやつに挑戦します。で、まず最初、ソウルが足りないので、ハンタークロスボウ、球根を使って、ソウルを貯めますね。おお、嫌な奴がいるな。まずソウルがないと何にもできないからね。これは。死。ちょっとこれきついな。これきついぞ。オッケー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 。あ、でもまあこれぐらいソウルあれば、いいかな。うん。これぐらいあればいいか。で、矢がないんだよね。矢がない。矢も、後で、増殖しますね。じゃないと、これは、まず無理。あ、あるあるある。ちょっとここで、ある程度、増殖していきます。いいかな ?770 本。これぐらいあれば、多分、最後まで持つと思います。で、もちろん、キャプテンは倒す感じ。あ、いや、これちょっと待ってあ、オッケーオッケー。一度溜まり出すともうブワーってくるから大丈夫。うん、全くなしの状態の時が結構厳しいんだよな。オッケー、行きましょう。最初あの登る場所があればいいけど、あれ結構ない時あるんだよね。登る場所があってキャプテンを、あ、ないか。うん、となるとこの奥だね、その洞窟の中にいるかどうか、まあ、できればいてほしいけども、変なのは出てくるなっていうところですね。さすがにこの 75% クエストは最難関だからね。ここでえぐいやつが来るとまあ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 クリアは難しいでしょう。何体いるかな。3体いてほしい。3体ぐらい。よし、行こう。で、ダイナモは20溜まってるから OK ね。うん、とりあえずキャプテンは倒せる。おお、余裕じゃん。で、矢も結構出るね。800本あれば、おー、まあまあ、おー、大丈夫でしょう。これね、ソウルビルド、チャージ系をね、入れれないのよ。エンチャントで。それがきつい。チャージ系がないから、オッケーオッケーオッケー。これ、詰まることがあるのよね。いや、結構詰まる。そうなってくると、ちょっとまずいんだよなぁ。いないぞ。ちょっと待って、ここはポーションバリア使って突っ込むっきゃない。え、いないよ。こっちいる？いるか。いや、いないかも。え、これいないか。え、ゼロ？おいし。あ、ゼロだわ。珍しい。となると、あ、出たところの上のところにいることもあるので、ちょっとそこを探してみましょうか。キャプテンいないの。いや、いないならいないでちょっと寂しいな。うん、おいおい、減る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 。ちょっと待って、むちゃくちゃ減るじゃねえか。え、いないわ。あ、キャプテンいない。これ最後の最後か。あ、いた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 。キャプテンいる。キャプテン2体いる。2体いる。ちょっと待って待って、あ、いやいや、3体いるぞこれ。変なの来んなよ。モブダメージ200%。うわ、これワンパンで死ぬ。これワンパンで死ぬやつだ。 OK、 待ってって。 OK、 いや、無理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 、これ無理だぞ。あの、そういうやつ来ると。オッケーオッケーオッケー。
いやーこれきつい。よしよし、オーケー、もういないね。いやーこれきついな。何これ、モブダメージが 200% 増加して、で脅威2か。いやこれ確実にワンパンでやられるやつ。これポーションバリアでもこれ耐えれるか。まあまあとりあえず行きましょう。ソウルがねもう全開でバシバシ出だしたら多分いけるのよ。だから敵はある程度重なってて、うわーきつきつ、ちょっと待ってどうなってんの。これ道が分かりにくい。何これ、こっちじゃないし全然違うとこ行ってた。これはつらいぞ。はい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 、ちょっと待って、これポーションバリアしっかり入れよう。ポーションバリアしっかり入れて、そんな戦わなくていいところでは戦わずに行った方がいいわ。無理無理。まあまあ敵はね HP 増えてないんで、これはちょっと良かったけど、これでもう一個変更点ついて敵の HP が増えたりすると多分無理。もうすでにちょっと無理ゲー化してきてる。 OK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 、 ハーベスターめっちゃ強い。 OK、 危ない。あーちょっと待て伸びていくから使う。あー待って、うわー、ワンパンだわ。確実にワンパンしてくる。これはいや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 、これはねチャージ系ついてないときつい。でもチャージ系つけちゃうと球根がねつけれないんだ。ああそうか、流れ込む魂を消せばいいのか。流れ込む魂消していけばいけるにはいけるけども、それはそれでつらいぞ。よし、OK、 いけたね。でようやくここで中間地点。いやーきついぞこいつら。よし、 OK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 、 この雲のところも、あーちょっと待て、 OK、 いけた。よしよしよし、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと透明になって、オッケーオッケーオッケー、もうちょいもうちょっとでクリアいける。よし、おお、レベルアップした。久しぶりにレベルアップした。いくぞ。危ねえ、ちょっと待て待ってとてもじゃないけど無理だ。待て、こいつは無理。オッケー、あ、ハーベスターで結構ぶっ飛ばせるよ。オッケーオッケーオッケー。でもエンちゃんのやつは無理だな。ちょっと待って、ここ無理、ここ無理。オッケー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 、オッケー、ちょっとそこ無理じゃない。いけたやろいけたやろ、オッケーオッケー、いけるか。このあときつい、いくぞ。よし、バカ、エンダーマン使って、あーミスった。エンダーマン来んな、多分エンダーマンの攻撃はワンパンで、うーわー、ちょっと待って、いけるか。エンダーマン無理だぞ。うまっ、うわはい、それでは戻ってきました。 75% 減に 200% アップは無理です。無理、ワンパンされる。ポーションバリア使っても2発でやられるもんね。無理だわ。まあこのね、
ソウルビルド用の弓がちょっといかんよね。やっぱりチャージ系がないと詰まった時が絶対やられるのよ。だから詰まりをなんとかするためには、流れ込む魂を抜いてチャージ系だよね。なら HP が回復しなくなるので、これツタの鞭じゃなくって、まあサイス系だよね。サイス系に流れ込む魂とダイナモをつけて、まあ火力は落ちるんだけども、そっちの方がいいかな。ちょっとソウルビルドは改良の余地ありかなと思いました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。